皆さんこんにちは、キモネス系のケンタロウです。今日はキモノブックプロジェクト第3弾フォトシュート Day 1です。今日はモデルさんに着物を着てもらうんではなくて、着物の物撮り、物の撮影をしていきます。本の中のコンテンツとしては、最初の方に出てくる着物の名称とか畳み方に掲載する写真です、ね、これからスタジオセットアップしていきたいと思います。それでは行ってみよう。その帯めちゃめちゃ綺麗ですね。この帯はね、プラチナが入ってるんです。プラチナ、これ全部プラチナが編れてる、編れて織られてる。マストリーエクスペンス高いです。全通だった。それしかも全通プラチナ帯、それアップにしたんですか。はい、楽しいです。みんなにいいもの伝えられたらいいな、まあ、あくまでもね、これは趣味がみんな違うので、オーバーロール皆さんがエンジョイできたらいいかな。先生、撮影1日目お疲れ様でした。はい、お疲れ様。初日大変でしたと言ったら、初日から大変だったら大変ですね。そうですね、まあ、スタッフのおかげでスムーズには行きました。ただコーディネートとかね、いろいろ考えるのに
どれがみんな好きなんだろうとか、好みもあるしとかいろいろ思いつつ、まあこの帯結びのブックはアメリカ人、まあ、海外の人にも見てもらうっていうか、英語が入ってるので、まあその人たちにも合うように、まあ日本の方にも合うようにっていう感じでコーディネートしてきました。まあここに今カメラがぶら下がってるんですよ。後ろは見えますか、このボックスが3つありました。あと3つ、そういう感じで今日は無事に1日目終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様。現在、キモレスケプレゼンツ帯結びブックの先行予約受け付けております。詳細は概要欄のリンクからお願いします。本の発売は2021年7月です。それでは皆さん、今日もご視聴いただきありがとうございました。Let's enjoy kimono life. See you in the next video. Bye bye.